皆さんこんにちは、田中エミリです。今日紹介するカップ麺は三洋食品ご飯が進む豚キムチ味ラーメンです。甘、辛、うま、ご飯が進むキムチを使用した豚キムチの味わいを再現。ご飯が進むキムチについて、主原料には 100% 国産白菜を使用し、鰹節などの魚介の旨味、具沢山ヤンニョムのこってり味で、文字通りご飯が進む逸品です。今日紹介するご飯が進む豚キムチ味ラーメンは、ご飯が進むキムチを使用した豚キムチの味わいを粉末スープで再現したラーメンです。商品特徴、麺、しなやかで粘りのある麺に仕上げました。またスープと馴染みを良くするため麺に味付けをしました。スープ、調理感のあるポークのコクに野菜、リンゴの甘み、カツオの風味を合わせた、辛みの中にも甘み、旨みが感じられる豚キムチ味スープです。具材、肉そぼろ、ネギ、キムチの組み合わせです。食べてみた感想、スープは程よい酸味と辛さが合わさった豚キムチ味、爽やかでコク深い味わいです。麺はすりやすい細麺、麺に味付けが施されているということですが、特に目立った味は感じず、普通にスープに馴染んでいて美味しく感じました。具材はキムチ、肉そぼろ、ネギと多めに入っていて、食感を楽しみながら食べ進められますね。全体的には辛口の豚キムチ味にまとまっていますが、変な癖もなく、こってり感もないので、さっぱりしていて美味しいです。辛さもちょうど良いくらい、中辛よりちょい上ぐらいですね。量はちょっと少なめ、お腹いっぱい食べたい方は、おにぎりやチャーハンと一緒にどうぞ。甘、辛、うま、ご飯が進むキムチを使用した豚キムチの味わいを再現。本日は三洋食品、ご飯が進む豚キムチ味ラーメンを紹介しました。田中エミリでした。